はい、恐れさんです。ハンドレッドソード実況やっていきます。前回は、第1章終わりました。隣国のねマスカーから、宣戦布告されない戦いを始まりまして、ナルアバルはね、戦王から受け継いでいた、まあ、争いをねしないということをですね、神王ラーフがね、自らをそれを破り、血の争いに、まあ、踏み込んだというお話でした。なんか言葉選んでたらぐちゃぐちゃになっちゃったよ。はい、で今回から第2章です。そして彼はゆっくりと立ち上がる。100年の静寂は今や破られた。血濡れのレーベンスラムのただ中でいただかれる王の印。それは何か、よからぬ企みの印のようにも見える。そう、忘れ去られたはずのナルアバルの暴挙を今によみがえらせんとするよからぬ企み。それは彼自身の企みでもなければ、この世の誰の企みでもない。だがその影は彼の華奢な体を、徐々に覆い尽くしていくだろう。彼は走って走ってそこへたどり着くだろう。息も絶え絶えになって、そして思いの丈を歴史の海に注ぎ込むに違いない。だがその彼の頭上には血のように赤い月がそれでも光り続けているだろう。しかし誰が王を責められよう、我々は皆己の身の丈から逃れることはできぬのだ、という、ラシード教のね、伝記というか、伝記じゃないですね、第2話、それを罪と知りながら。この世で最も気がめいるのは、そう問われて竜神戦争の英雄エピタフ・フェダインはこう言ったのです。それは戦いの後始末だと。巨幻王を追撃しながら僕は今それを実感しています。やむを得ずのはずだった選択がやはり過ちだったように思える。完全なこと、絶対に正しいことなどありえぬのだ。そう、大人ぶって心を落ち着かせようとしても、ならば僕にできるのは、過ちを重ねるのに慣れていくことだけなのではないか。そんな恐ろしい考えが浮かんでくるだけなのです。まあ、先ほどのやつは、ファリスに向けてね、送った手紙の中身をラフが朗読してる感じですね。なんか他人事みたいな書き方でしたけど。愚者の他に。
はい、この映像は R15 ですね。いや、グロい。ひどい。畜生、やつら非戦闘員よ。ふむ、復讐というわけですな。復讐？バカを言うな。先手は虚言王だぞ。しかも戦線なしの騙し討ち。ここは愚者の丘ですぞ。ナルアバルのくびきの時代、我らはマスカをはじめとした敵対民族を愚者と呼び鳴らし習わし、まさにこの場所でこのように死せる晒し者としたのです。我らナルアバルがその暴挙の歴史を封印し東方に引きこもろうと傷を受けた方は恨みを忘れていないというわけです。わかっているだ。だがそんな歴史など。ラフ、あれ、まさか王坊様が。パロミアのものではないのだと。似た衣服を別のものにかぶせてあったそうです。ふざけやがって、連中挑発のつもりか。挑発で済んでむしろ幸いです。犠牲になった者たちは出てけん、痛まねばやな。痛まねばなりませんが、今心配なのは、そうよ、大丈夫なのだろうな。パンプロバルトへ逃れた者たちは。それなのだが、レーベンスラーをはじめとした各所からの避難民受け入れは、おおむね完了したと伝令があった。おう、よかった。だが状況は良くない。おお、地図ですよ、地図。右側がパンプロワールドね。青い方が、レーベンスラウですね。ナルアバルか。畜生め、パンプロワールドを包囲するつもりだ。あそこにいるのは非戦闘員ばかりなんだぞ。承知の上だろ。汚い。もしパンプロワールドをそのまま落とされたら、もっと巨大な愚者の丘が再現される恐れもある。救出に向かおう、今すぐ。待って。レーベンスラウ高原西方の、ユベール、ブラウデン、アネモネ、そしてベオブルグ。この4つの要衝は敵に制圧されている。このままパンプロワルトに向かっても、各拠点の敵に背後から叩かれてしまうわ。じゃあ兵を割いてこちらへ、そちらへ向かわせよう。僕らはパンプロワルトへ向かおう。ぐずぐずしていると母さんたちが。少年よ、すべてを望む者はすべてを失いますぞ。ダイアブラス。要衝を抑える背後の敵。パンプロワルトを救うには、まずこの脅威を取り除かねばなりません。はい。漢字に一箇所詰まりましたけど。そうですね。まずこれどこかな。本陣と兵舎を、壊せ、ナルアバルの4要衝を取り戻すためにこの4要衝にある敵本陣、兵舎をすべて破壊すれば勝ちです。うん。ということは全壊させるということですね。それぞれの要衝は離れており、自軍の部隊も離れ離れになっていることが多くなります。離れた場所にいる部隊でも瞬時に選択できる Y ボタンによる部隊選択を活用しましょう。またこの戦闘では戦果損害採取クリア時間が良いと好戦績になります。はい、ちょっとね、久しぶりなんでね、うまくできるかな。4要衝奪回のために設置された本陣を破壊されると負けになります。はい、各陛下の特徴、ここで改めて陛下の特徴を説明します。歩兵は攻撃力防御力とも高い。建物を破壊するのも得意。ただし魔導士の魔法攻撃に弱いと。
騎兵は最も早く坂でも減速しない。魔導士の魔法攻撃にもかなり耐えられる。ただし歩兵と、面と向かうと力負けすると、魔導士は遠距離攻撃ができる。魔法攻撃は歩兵の厚い装甲を無視する。魔法攻撃は騎兵に効きづらいため苦手、予備兵は魔導士より、より遠く攻撃できる。特に苦手もないが体力もないため懐に入られると、弱いと、一言で言うと歩兵は騎兵に強い、騎兵は魔導に強い、魔導は歩兵に強い。なおネルの、弓騎兵か、弓兵の一種。ただし足の速さは、騎兵並みです、敵より数で、上回るだけでなく相性の良い兵士で、攻めることが勝利の秘訣になります。まあやってればわかりますLR 同時押しで画面広く見渡せる。まあこれはいいか。LR 同時押しね。覚えとこう。弊社の耐久力強化。弊社の HP を増やすことができます。この戦いから弊社を破壊されにくくするため、弊社の耐久力を増やすことができます。リーダーが弊社に駐留した状態で A ボタンを押し、弊社のメニューを開く。弊社強化を選ぶと、メニューが開くので、その中から耐久力アップを選びます。この分の資源が消費され、弊社の耐久力が上昇。弊社の強化は時間かかりますが、この間、弊社は、兵士の徴兵などを行うことができないので注意されたし、弊社は格段に、懐に、壊されやすくなりますが、強化にはリーダー出陣に使う貴重な流水を多く、まあ資源ですね。2種類ある資源のうちの流水というやつが消費するので気をつけよう。ということです。さて、大丈夫かな？まあとりあえずセーブしますか。はい、44章奪回始めていきたいと思います。まあ実はこれ、3回目ですかね2回見せてます。はい、まずはじゃあラーフで、いきなりラーフでいけるかな。で、ネルも行かせよう。で、ダイアブラスは西側。はい、間違えたよ。で、ジョアンはこっちと。ネルは戻りますか。あんま何もやってないな。よし、ダイアブラスも、建築弊社。さて、じゃあ早速弊社作っていきます。あれ、ここなんでやらないの。働きなさい では、ダイアブラスはですね、このまま ここを取っていただきます。で、ネルも、ネルはいいか。で、おじいちゃん行きましょう。で、弊社が完成したらおじいちゃんをまずは
入れて徴兵と。ラーフはこの辺でいいかな。さておじいちゃん出撃します。ちょっと早いけど。で、ショーアブラスは中に入ると。おじいちゃんはこのまま、おい、ここ行くか。徴兵。ダイアブラスね、2体なのよね。これは少ないな。ちょっと非効率。まあしゃあねえ。よし、じゃあここをソマービルに狙ってもらいます。アナで入るのはこのまま。そっか、大丈夫かなこれ。よし、じゃあダイアブラスにちょっとこっち行ってもらって、兵舎を作ります。あれ、回復してねしてねえわ。あ、違うか、こっち合ってるか。さてと、建築。こっち側は誰かな。キバか。よし、出撃してください。すいませんね、お待たせしました。で、ジェルキー助けに行きますか。働けよ、何やってんださてと、ジェルキーね、
シェル発動。こっち何かな。弓兵か。最後にするか。ここは。じゃあこいつを破壊と。で、こういくか。ジョアン、ジョアン。これ損害でかいね。あんまりよろしくねえな。はい、だから。こっち側にもいいんだよな。こっちかな。じゃあジョアンを使ってまずはこいつを倒すか。本当はそこ最初にやっとかんとダメのような気がしますけどね。で、ジェルキーがこの辺かな。こいつやね。で、ダイアブラスもよっとゆっくりね。こんな感じでようござんすかな。あれ、ジョアン死んじゃってるわ。いやで、こいつを取るぞと。取れない。よし、じゃあメルはこっち行こう。
この辺りかな。で、ソマービルと。ソマービルをとりあえずここまで持っていきますか。よし、これで一応準備は完了かな。ここ倒してないのか。あ、これやってねえな。ちょっとダイアブラス、本当はこっちを任せるつもりじゃなかったけど。この辺かな。よし、もうこれは勝ちでしょ。ただ損害がすごいですけど。あ、もっとうまくやりたかったな。なんかね、以前やった時もね、序盤はね下手なんですけど、後になるとね結構うまくいくというか、そう、うまくいくだけなんですよ。うまいんじゃなくて。よし、これで下の要衝と、右上のね要衝を倒したと。じゃあ行くか、親父。シェルを発動。足りねえ。よし、突っ込め。行くのじゃ。アナも一応行くかな。あ、もうここまで来たらね、もう余裕ですよ。あ、魔導士がおるね。魔導士は騎兵に弱いということで、はい、頑張って突っ込んでください。止まってる止まってる。進め。まあ、ただ待つだけかな。こいつらを、あ、ここか。これは倒すのか。ダイアブラス行ってみるか。あ、これでも選べんのか。おお、知らなかった。
よし。さあ、あとは潰すだけだ。大丈夫？よーし、多分評価がね C だと思いますよ。あれ A や。あれ損害がでかいですね。でもまあいっか。やった、高速の手綱いいですね。はい、どうしようかな。ちょっと一旦ここで区切りたいと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。